In the year of 1510, Raffaello Santio painted a mural called School of Athens at the age of 27. The person standing on the left side of the center of the mural, pointing at the heavens, is understood to be Plato. He is Plato because the person has his book Timaeus in his hand. Plato is said to be an ancient Greek philosopher who was a disciple of Socrates and a teacher of Aristotle. And 5 years later, after Raphael's School of Athens in 1515, Leonardo da Vinci painted that person, exactly the same person as Plato, as his own self-portrait. To put it simply, Raffaello Santio had already painted a portrait of Leonardo da Vinci 5 years before, when Leonardo da Vinci painted his own self-portrait. This is very strange, but that's not the point of this video for today. The portrait of Leonardo da Vinci is a self-portrait of the God, King Christ, himself. I'll explain that in this video, but when it comes to that point, the person called Plato in the School of Athens, which is said to have been drawn by Raffaello Santio, is also King Christ himself. If you think of Raffaello Santio as a King Christ puppet artist that appeared in the Renaissance, Raffaello Santio as a handler of King Christ, he left us humans with another important message in this way. In other words, he says, the philosopher Plato was myself. Okay? I repeat it here again. The philosopher Plato was myself. Okay.1510年の年にラファエロ・サンチは27歳の時にアテナイの学堂という壁画を描いています。その壁画の中心左側に天を指さして立っている人物がプラトーと言われています。それはその人物が手にティマイオスと題された本を持っているからです。プラトーはソクラテスの弟子にしてアリストテレスの師にあたる古代ギリシャの哲学者と言われています。その人物、つまりプラトーと全く同じ人物をその5年後の1515年にレオナルド・ダ・ヴィンチが自分の肖像画として描いています。わかりやすく言えば、ラファエロ・サンチはレオナルド・ダ・ヴィンチが自分の自画像を描く5年も前にすでにレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像を描いていたということになります。大変不思議な話ですが、それは今日のこの動画のポイントではありません。そのレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画は神であるカイン・キリスト自身の自画像でした。それについてはこの動画の中で説明しますが、となるとラファエロ・サンチョが書いたと言われているアテネの学堂の中に書かれているプラトーと言われている人物もまたカイン・キリストということになります。ラファエロ・サンチオもまたルネッサンスのあの時代に現れたカイン・キリストの操り人形、つまり受け渡し人と考えるなら、カイン・キリストはこのような形でまた別の重要なメッセージを私たち人間に残したということになります。つまりこのように
言ったのです。プラトーという哲学者は私自身だったのですよと繰り返します。プラトーという哲学者は私自身だったのですよと。広し林浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。今ご覧いただいているのがですね、1510年、ラファエロ・サンチオが若干27歳の時に描いたアテナイの学堂と題された壁画です。この壁画の中には当時の人たちがですね、知る由もなかったといいますか、大変知ることが難しかったはずの地球儀、さらにはピタゴラスの音階の図解表が表現されています。でこの中心左側に今矢印で示した人物がプラトーと言われています。手に、ティマイオスと題された本を持っているからです。でそれと全く同じ人物の顔をですね、今度はその5年後の、1515年にですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが自分の自画像として描いています。この両者は酷似しているというレベルを超えて同じということになります。つまり一般にはですね、ラファエロ・サンチオはこの、プラトーを描くにあたってダ・ヴィンチを似せて描いたと言われていますけども、ここまで似ているとなるとですね、じゃあレオナルド・ダ・ヴィンチはラファエロ・サンチオの描いたこのプラトーの顔を、真似て描いたのかということになるわけですけども、それはありえませんということになるわけですね。つまり今ここで皆さんに比較していただいていますけども、同じということです。となるとですね、右の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ではなくて、私林博士はですね、カイン・キリストの自画像であると判断しています。またその証明もしてきました。で私林博士は右のこの、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われている人物はカイン・キリストの自画像である。となるとですね、左の人物もこれまたカイン・キリストの自画像ということになるわけです。となるとですね、アテナイの学堂に表現されているプラトーはですね、カイン・キリスト自身ということになりますが、同時にプラトーもまたカイン・キリスト自身であったということになるのではないでしょうか。となるとですね、カイン・キリストはですね、ルネサンスの時代だけではなくてですね、つまりはあの古代ギリシャのあの哲学者が集まったあの時代にもやはりこの地球上に現れて人間指導に当たっていたということになるということになるわけですね。そうしたメッセージをですね、同じくカイン・キリストがですね、そうした操り人形芸術家たちを通して私たち人間に残したということになるのではないでしょうか。そうしたメッセージを、つまりラファエロ・サンチオという操り人形芸術家を通して、ルネサンスの時代のカイン・キリストがですね、私たち人間に残したということになります。まさにこれは神から人間に与えられたメッセージということになります。プラトーもまた、つまりはカイン・キリストであったという神からの人間へのメッセージということになります。続く動画の中では人間の原種神カイン・キリストの謎についての、その謎を解いた動画を皆さんにご覧いただきます。少し長い動画ですけども、ぜひご覧になってください。 Bye for now。レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、セント・ジェロームと題してこのような絵画を残しています。セント・ジェロームという題はですね、後の学者美術評論家がつけた名前ですけども、要するにこの絵はですね、ライオンを描くことによってですね、セント・ジェロームに見せかけたカイン自身の自画像ということになります。繰り返します。セント・ジェロームに見せかけたカイン自身の自画像ということになります。その証拠にですね、この絵の左上向こう背景にはですね、逆さ文字で61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神ということになるわけです。ではこの神とは誰かということなんですけども、もう一つこのメッセージ、この絵の中には重要なメッセージが隠されていました。それはセント・ジェローム自身の足を見ていただきたいんですけども、そこには72、
反対に読むと27という数字が隠し込まれていました。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできる習わしになっていましたから、72は27と読みます。つまり27というのはですね、カインのカインを意味します。同じくユダヤのゲマトリアによればですね、27はカインを意味します。つまりこの絵1枚でですね、この絵を描いた、まあ、神ですよね、レオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形、いわゆる受け渡し人ではなくてですね、神自身がこのような形でメッセージを残したということになります。つまりここに描かれているのは神、つまりカイン自身、つまり私自身なんですよというメッセージです。話をつなげます。This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He is, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shamashila's, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye,Shamashila's, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was aface of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。本当にそう考えて良いのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり
私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神、ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。しかしカイン・キリストであり、マルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。そしてその永遠の神ロード・アイオンはモナ・リザと並びます。モナ・リザ、つまり火星の永遠の神マース・アイオンの文字を並び替えてできたのがモナ・リザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロード・アイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マース・アイオン、つまりモナ・リザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナ・リザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。
ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。話をラファエロ・サンチョが書いたと言われているアテナイの学堂の話に戻す前にですね、もう一つ皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。カインは嫉妬に駆られて弟のアベルを殺します。その罰としてカインは顔を落とされます。この落とされるという言い方、そしてカインは顔にマークをつけられたということになってますけれども、そのマークについては何かということなんですけれども、いろいろな説がありますが、私林宏は顔を落とされたという聖書の言葉からですね、つまりはのっぺらぼうの顔にさせられたというふうに解釈しています。で、その様子を表したのが右の、ダヴィンチなる画家が描いたと言われているスケッチ画ということになります。この人物と今紹介しましたように左のカイン・キリストの顔は一致します。つまり右の人物は顔を落とされた、つまり顔にマークをつけられたカイン自身ということになります。あの世界にあってはですね、ひげのない顔男、あるいはひげの髪の毛のない男というのはもう目立つわけですね。その目立つ部分がマークであった、つまりひげのない髪の毛のない顔、のっぺらぼうの顔がマークそのものであったと私林宏は判断しました。ともかくも左はカイン・キリスト神ですね。その背後には61という数字が書き込んであり、そして足を使って70に反対に読んで27、すなわちユダヤのゲマトリアではカインを意味する、暗号ということになるわけですよね。72イコール27、古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできる習わしになっていました。その中央のカインの顔に髪の毛をつけたのが右の人物です。この人物の鼻を長くしたのが
まあ、別のところで紹介しましたけれども、あのウィトル・ウィグスの男の中心に描かれている、まあ、人物の顔と一致するんです、しますよ、まあ、ともかくその顔にをですね、下へ持ってきてやや傾きを変えてバリエーションを加えてできた顔が、私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔へとつながっていきます。でここで一つ、まあ、確認しておいていただきたいことはですね、ここに表現されている人物は一人の神、すなわちカイン・キリストということになります。カイン、カイン、カインと続いて下の段に来てカインとなります。そして私たちがよく知っているこのひげもじゃもじゃの、まあ、人物はですね、一般にはレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と説明されていますけども、そうではなくてカイン自身の自画像ということになります。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。小さなこの唇の傷ですね、一致しています。他にも、まあ、細かいところが一致していますから、皆さん自身で確認してください。小さな小鼻、それから、まあ、その換気鼻ですね、それからシワなども一致します。そして目の中のイボまで一致しています。つまりですね、カイン、カイン、カインと来て下へ来て、まあ、カインになるわけですよね。その顔をですね、老人顔に仕立てたのが私たちがよく知っている、まあ、右のですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになりますが、しかし右の人物はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチという人間の、まあ、自画像ではなくて神自身の自画像であるということになります。で、目の部分もしっかりと確認してください。全く同じなんですね。で、右の方はですね、まつげをつけてありますね。それから奇妙なことに右の人物はですね、髪の毛の下に薄くですけども、ところどころ顔の輪郭が見えます。普通人間がですね、人間の顔を描くときにはこのような手法は使えません。つまり輪郭を先に描いてひげなどを後からくっつけたということになるわけですけども、まあそれはその通りだと思いますね。左の人物の顔に、つまりはひげをくっつけたということになるわけです。まあ、こうして、まあそのカインの顔となっていったわけですけども、要するにここにまあ紹介している顔はすべてカイン・キリストの顔ということになります。繰り返しになりますけども、カイン・キリストは、まあ、顔をのっぺらぼうにされることによってですね、まあ、それをもってマークをつけられたということになります。そしてその顔に髪の毛をつけ、額へ来てややバリエーションを加えて傾きを変え、そしてひげなどをですね、描き足して、私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔になったということになります。が、ここからラファエロの話に戻ります。注意深くご覧ください。この右の人物ですね、と同じ人物の顔をですね、ラファエロ山頂がアテナイの学堂の中に描いていたということになります。しかもですね、ラファエロ山頂はダ・ヴィンチが自分の自画像を描いたと言われている1515年よりもですね、5年早く先に描いているということです。右の人物に注意してください。これがですね、ラファエロ山頂が描いた、まあまあ、そのダ・ヴィンチと言っていいのか、カイン・キリストと言っていいのか、まあ、一般にはプラトーと言われています。それは先ほど冒頭の部分で証明した通りです。プラトーです。となるとですね、プラトーはつまりはカイン・キリストということになるということなんですね。注意深く比較して判断してください。年代がアベコベということになるわけですよね。右のまあ、このカイン・キリストの絵の方が先に、5年先に中央のダ・ヴィンチの顔よりもできていた。すなわちラファエロ山頂もまた1500年後のカイン・キリストの操り人形であったということになるわけですが、もう一つ重大な証拠が出てきました。つまりプラトンは、つまりはカイン・キリストであったという証拠です。その証拠がですね、洞窟の比喩と題された、まあ、プラトンが書き残した比喩、例え話ということになります。その中に長い通路のウェイ、道と、それから明るい光が出てきます。そのことに注意して、続く動画をどうかご覧になってください。洞窟の比喩 by プラトンということになります。Let me show in a parable to what extent our nature is enlightened.
or unenlightened. Envision human figures living in an underground cave with a long entrance across the whole width of the cave. Here they have been from their childhood and have their legs and necks chained so that they cannot move and can only see before them, being prevented by the chains from turning their heads around. And behind them, a fire is blazing at a distance. They see only their own shadows, which the fire throws on the opposite wall of the cave. For how could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads? Between the fire and the prisoners, there is a raised way. And a low wall built along the way like the screen which puppet players have in front of them over which they show the puppets. Do you see men passing along the wall carrying all sorts of articles which they hold projected above the wall? Statues of men and animals made of wood and stone and various materials? Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them? And suppose further that there was an echo which came from the wall. Would they not be sure to think when one of the passers-by spoke that the voice came from the passing shadows? To them, the truth would be literally nothing but the shadows of the images. And now look again and see what will naturally follow if one of the prisoners is released. At first, when he is liberated and compelled suddenly to stand up and turn his head round and look towards the light, all this would hurt him and he would be much too dazzled to see distinctly those things whose shadows he had seen before. And then conceive someone saying to him that what he saw before was an illusion. But that now, when he's approaching nearer to reality and his eyes turn toward more real existence, he has a clearer vision. What will be his reply? And you may further imagine that his instructor is pointing to the objects as they pass and requiring him to name them. Will he not be perplexed? Will he not think that the shadows which he formerly saw are truer than the objects which are now shown to him? And suppose once more that he is reluctantly dragged up a steep and rugged ascent and held fast until he is forced into the presence of the sun himself. When he approaches the light, his eyes will be dazzled, and he will not be able to see anything at all of what are now called realities. He will require to grow accustomed to the sight of the upper world. And first he will see the shadows best. Next, the reflections of objects in the water, and then the objects themselves. Then he will gaze upon the stars and the spangled heavens and the light of the moon. He will see the sky and the stars by night. Last of all, he will be able to see the sun, and not mere reflections of it in the water, but he will see the sun in its own proper place and not in another. And he will contemplate the sun as it is. Will he not then proceed to argue that it is the sun who gives the season and the years, and is the guardian of all that is in the visible world? And in a certain way, the cause of all things which his fellows have been accustomed to behold? Clearly, he would first see the sun,
and then reason about it. And when he remembered his old habitation and what was the wisdom of the cave and his fellow prisoners, do you not suppose that he would bless himself for the change? Pity them? And if they were in the habit of conferring honors among themselves on those who were the quickest to observe the passing shadows, and to remark which of them went before and which followed after, and which were together, and who were therefore best able to draw conclusions as to the future, do you think that he would care for such honors and glories, or envy the possessors of them? Would he not say with Homer, better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything rather than think as they do, and live after their manner? Imagine once more such a one coming suddenly out of the sun to be replaced in his old situation. Would he not be certain to have his eyes full of darkness? And if there were a contest of measuring the shadows, and he had to compete with the prisoners who had never moved out of the den, while his sight was still weak, and before his eyes had become steady, wouldn't they all laugh at him and say he had spoiled his eyesight by going up there? And that it was better not to even think of ascending? And if anyone tried to release another and lead him up to the light, let them only catch the offender, and they would put him to death. It is the task of the enlightened not only to ascend to learning and to see the good, but to be willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, whether they are worth having or not. And this they must do, even with the prospect of death. They shall give of their help to one another wherever each class is able to help the community. で、この洞窟の比喩の話に出てくる一人の賢人を思い出してみてください。その賢人はですね、その洞窟にいる一人の囚人の鎖を外して、そしてその囚人をですね、無理やりという形でですね、外の世界に連れ出そうとします。その時に洞窟の長さもこの話の中に出てきますけれども、端から端まである、つまり最も長い通路、道路ということになるわけですね。それをウェイと表現しているわけです。つまりその賢人はですね、その囚人を洞窟の一番奥から、そして一番離れたところにある出口へと連れ出すというわけですよね。で、その賢人はその囚人を道を示して、その道を通って外へ出したということになるわけです。そしてその洞窟の外にはですね、明るいさんさんと太陽の光線が輝く別の世界、つまり本当の意味における現実というものがあったということになるわけです。そのことをこのいわゆる洞窟の比喩の話が私たちに教えているということになります。そこでウェイと光が出てくるわけです。プラトンはウェイと光という言葉を使っているわけですよね。で、その哲学がですね、そっくりそのまま私たちがよく知っているイエス・キリストの哲学として現代に残っています。新約聖書のヨハネ書には次のようにあります。第8章の中で
イエスは I am the light of the world、 私は世界の光であると述べています。そして第14章においてはですね、イエスは答えた I am the way、 私はその道である、そして真実への道である、命への道であると述べているわけです。ここで light、 光と、そして way、 道が出てきます。つまりプラトンの岩窟の比喩の中に出てくる話とここで一致し、つまりその哲学が一致するということです。ギリシャ時代の次にやってきた新約聖書の時代においてですね、つまりカイン・キリストは同じコンセプトを持った、つまり同じ哲学を持った言葉を残したということになります。つまりプラトンはカイン・キリスト自身だったということになります。これがこの動画の結論ということになります。洞窟の比喩について私林浩司の解釈を話させていただきたいと思います。つまり洞窟の比喩の中に表現されている囚人プリズナーというのはですね、つまり私たち人間自身を言うのではないかということなんですよね。つまり私たち人間はですね、洞窟の奥で、そして背中側から映し出される影を見て、それを現実だと思い込んでいるというわけです。がしかし一人の賢い賢人、すなわちカイン・キリストがですね、それではいけないと言って一人の男をですね、長い道を通って外に連れ出すわけです。ところが最初その男はですね、太陽の光線そのものがですね、眩しくて眩しくて何も見ることができなかったわけです。がしかしやがて目が慣れてくるとですね、その辺りの景色を見ることができて、そして太陽がですね、私たち人間の、まあ、守護の役割をしているということを知るわけです。年も流れ、季節もそれによって生まれて、そしてということになるわけですけども、それが本当の現実であったということを知るわけです。星を見ることもできるし、月を見ることもできるというわけです。で、その男、人間はですね、やがてふと洞窟に帰りたくなるわけですよね。自分が、まあ、生まれ育ったというべきなのか、まあ、奴隷としてそこにいたせいなのか、それは分かりませんけども、洞窟に戻りたくなるわけです。そして戻っていくわけですよね。ところが洞窟の中は今度は逆に暗すぎてですね、目が今度は明るい方に慣れていますから、暗い世界に入ったがゆえにですね、周りが何も見えなくなってしまったというわけです。それを知ってですね、元からいた囚人たちは、ほらあいつは外の世界行ったもんだから目が見えなくなったんだと言って、その男を笑うわけです。つまり洞窟の中に住んでいる囚人たちは外の世界を知らない、つまりは目の前に映し出される幻影ですよね、を見てそれを現実だと思い込んでいると、同時に外の世界からやってきた、まあ、ものを知った、外の世界にを知ってしまったその男をですね、逆に笑うことによって、そんなことしていると外の世界へ行くと目が見えなくなって、そして命を落とすんだよと言って、ゲラ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 笑ったという話です。それが洞窟の比喩の話の趣旨ということになるわけです。つまりですね、洞窟の中で幻想を見てそれを現実だと思い込んでいるのは私たち人間ということになると、まあカイン・キリストは、まあ、この比喩、例え話を通してですね、私たち人間に教えたということになるのではないでしょうか。そしてその一人の男を外に導き出したのが、つまりはカイン・キリスト救世主ということになるわけです。そしてそのカイン・キリスト神に外に
出されて、そして外の世界を知り、それを知ったその男はですね、つまりは、まあ、目覚めたということになるわけですよね。そうした話を洞窟の比喩が私たちに教えているということになります。つまり結論を言えばですね、洞窟の中でただ単なる幻想を見て、幻影を見て、それを現実だと思い込んでいるのは結局は私たち人間ではないかということになるわけです。いかがでしょうか。私たちのこの住んでいる世界そのものがですね、何かしら、まあ何て言いますか、幻想の世界で作られた世界に生きている、まあそういう世界だということになるのではないでしょうかという、まあ示唆をに富んだと言いますかね、教えに満ちた話ということになります。まあそれは私の解釈ということになりますが、何かの参考になれば嬉しいです。バイ。And he will contemplate the sun as it is. Will he not then proceed to argue that it is the sun who gives the season and the years, and is the guardian of all that is in the visible world, and in a certain way the cause of all things which his fellows have been accustomed to behold? Clearly he would first see the sun, and then reason about it. And when he remembered his old habitation and what was the wisdom of the cave and his fellow prisoners, do you not suppose that he would bless himself for the change and pity them? And if they were in the habit of conferring honors among themselves on those who were the quickest to observe the passing shadows, and to remark which of them went before and which followed after, and which were together, and who were therefore best able to draw conclusions as to the future, do you think that he would care for such honors and glories, or envy the possessors of them? Would he not say with Homer, better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything rather than think as they do and live after their manner? Imagine once more such a one coming suddenly out of the sun to be replaced in his old situation. Would he not be certain to have his eyes full of darkness? And if there were a contest of measuring the shadows, and he had to compete with the prisoners who had never moved out of the den, while his sight was still weak, and before his eyes had become steady, wouldn't they all laugh at him and say he had spoiled his eyesight by going up there, and that it was better not to even think of ascending? And if anyone tried to release another and lead him up to the light, let them only catch the offender, and they would put him to death. It is the task of the enlightened not only to ascend to learning and to see the good, but to be willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, whether they are worth having or not. And this they must do, even with the prospect of death. They shall give of their help to one another wherever each class is able to help the community.
video diary, August the 13th, 2021, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2021年8月13日、林浩司です。こんにちは。闇の世界というのは、闇の世界の中に住んでいる人にはそれがわからないそうです。闇が闇であるとわかるのはですね、自分自身がその闇を抜けてて光の世界を見て、初めてそれまで自分たちの住んでいた世界が闇とわかるのだそうです。実はですね、先ほどマザーテレサについての記事をね、いろいろ探しているときにそんな一文に出会いました。なぜマザーテレサの一文を探していたかということなんですけども、つまりこういうことなんですよね。私がですね、30歳前後だったと思うんですけども、高校生たちを相手にですね、マザーテレサの手記を読んでいた時のことです。その中にですね、こんな話が載っていたんですよね。これは内容的には間違いありません。ただ細かい数字などは間違っているかもしれません。こんな話です。マザーテレサがですね、確か2年だったと思いますけども、2年の、つまりインドのどこかでですね、英語教師の仕事をしていたんですけども、その仕事を終え、修道女だったということもあったんですね。でその仕事を終え、その2年の終わりにですね、思い出にということでインドのどこかを列車で旅をしていたのだそうです。その時のことなんですけども、ある日のことですけども、マザーテレサがですね、列車の中で、外の景色を見ていたんだろうと思うんですけども、その時のことなんですけども、その列車の天井の上からですね、声が聞こえてきたっていうんですよ。でその声がですね、 Go to Calcutta, Go to Calcutta, Go to Calcutta、 カルカッタへ行きなさい、カルカッタへ行きなさい、カルカッタへ行けなさいっていう言葉だったんですね。でマザーテレサはですね、その言葉を聞いてですね、電撃に打たれるようなショック、衝撃を受けてですね、そして急遽旅行を変更して、そのままカルカッタに向かったのだそうです。というような話をですね、私ずっと言ってますか、記憶に残っていたものですから、もう少しね、このビデオダイリー作るにあたってですね、正確に皆さんにその話の内容をお伝えしたいと思いましたので、先ほどそのマザーテレサの手記なるものをですね、あちこちを探してみました。一部ありましたけども、しかしそれそのものって言いますかね、私が、今から40年ほど前ですよね、に読んだその一文は見つかりませんでした。その代わりね、そのマザーテレサの周辺の、教会ですよね、教会のサイトに行き当たり、そしてその中に冒頭で皆さんに話しました一文が出てきたというわけです。闇の中に住んでいる人は、自分が闇の世界の中に住んでいるということをに気がつかない、あるいはそれを知らないというわけですね。しかし光の世界を見た人だけが、自分の元いた世界を振り返ってみて、そこがですね、闇の世界だったということを知るものですよ、ということなんですね。おそらくマザーテレサのいわゆる宗教的哲学の一つを作っている話ではないかと思います。その一文に出会ったわけです。なるほどな、なんてね、思いました。というのはですね、ちょうどその30歳の頃、日本でもですね、マザーテレサの話が、あちこちで持ちきりになった、なっていた時のことなんですけども、私にふとこう考えたんですよ。確かにマザーテレサのね、成した仕事っていうのは偉大な仕事である、マザーテレサは素晴らしい人である、本物だっていうふうに思ったわけですけども、しかしね、こうも思いました。それよりある時、お母さんお父さんとのね、
懇談会の席でもそんな話をした記憶がどこかにあるんですけどもね、もし皆さんのあなたのですよ、お子さん、男の子でも女の子でも良いわけですけども、こう言ったとしたらあなたはどう思うでしょうか、あるいはそれに対してどう答えるでしょうかということなんですね。ある意味のことなんですけども、まあ、思春期過ぎた頃のですね、あなたの息子さんや娘さんがですね、あなたにこう言ったとします。お父さん、お母さん、僕ね、あるいは私ね、これからインド行ってマザーテレサと一緒に仕事をする、マザーテレサさんとね同じ仕事をしたいって言った時にね、あなたはどうするかということなんですよね。親として、いわゆるまあ現実この世界においてですね、それに対してどのように反応するかなということなんですけども、今振り返って、まあ、私のその当時のね、私を思い出してみるとですね、私は多分反対しただろうなというようなことを言ったと思いますね。いわゆるまあこの現実世界の中で生きているとですね、つまり、まあすまあ、そのこの世のこの世と言いますかね、この現実世界の中における名誉、地位、財産、それから学歴とかね、キャリアを全部捨ててですね、インドへ渡り、そしてインドでマザー・テレサさんと一緒に仕事をするということはですね、まあ、どういうことかということはまあ皆さん想像の通りだと思います。で、自分のね、まあ、他人のことであるならばですね、まあ、素晴らしい方だなというふうに思うわけですけども、ではあなた自身はどうか、あるいは、まあ、あなたの、ね、夫、あるいはあなたの妻でも良いわけですけどもね、あるいはあなたの息子さんや娘さんがですね、これからインドに行ってマザー・テレサの後を継ぐというような話をしたとしたらですね、あなたはそれに対してどう答えただろうか、答えるだろうかという問題なんですよね。で、私の記憶にあるのは、やっぱりそれやっぱりやめろって言うだろうなというふうに当時、今からね、30-40年前には思ったのをどこかで覚えています。まあ、当時の私としては、私ならですね、そのように答えただろうと思うわけです。ね、何もね、日本でのそのキャリアを全て捨ててですね、そしてインドへ行って貧しい人の世話をするなどということをしなくても、まあ、それはそれとして、つまりは私たちは私たちでこの現実世界の中で、まあ、生きていくんだというような考え方ですよね。しかしそれに対してマザー・テレサがですね、まあ、そのマザー・テレサがそのような言葉を言ったとは、まあ、直接的には書いてありませんけれども、マザー・テレサのいわゆる一つの宗教的哲学の一つとしてですね、冒頭で挙げたような言葉が出てきているわけです。闇の世界に住んでいる、まあ、私たちということになるわけですけどもね、は自分たちが闇の世界、それこそこに住んでいるその世界がですね、闇の世界であるということに気がつかないものだと。しかしひとたび光の世界を知った人たちはですね、それまでの自分の生活を振り返ってみて、世界をですね、振り返ってみて、そこが闇の世界であることに気がつくものですよという考え方なんですね。つまりその、まあ、闇の世界というふうに、まあ、言っていいのかな、まあ、光の世界を知っている方から見れば、つまり私たちが住んでいるこの世界というのはまさに闇の世界かもしれませんよね。しかし闇の世界に住んでいる私たちがですね、その闇の世界から一歩外に出る、そして光の世界に入っていくということについてはですね、大変な大変な勇気が必要ですよね。どうなっちゃうんだろうってね、そういう世界に行ってしまったら、自分はじゃあ今の私はどうなってしまうんだろう、周りの人たちは私をどう見るんだろう、どう反応するだろうってな感じでね、で、まあ壁というよりもやっぱり深い溝を感ずるって言いますかね、声がたい、まあ、溝を感ずるだろうと思うんですよね。ところがひとたび光の世界にを知るとですね、またその、ウェブサイトに書いてあるのは光の世界を知るって書いてありますね。知るとそれまでの自分たちが住んでいる世界が闇の世界であったということを知るということになるわけですね。まあ、その通りだろうと思うんですよね。例えば、まあ、いろいろありますけども、例えばね、他にもいろんな例がありますけども、まあ、例えばですよ、私自身の経験をそのまま話すというのは大変危険なことかもしれませんけども、私自身はやっぱり2016年のあの大豪雨事件、9月、10月、それから11月に今行くよってね、呼び出されて外に行きましたら、その裏にはですけども、頭上にね、巨大な V 字型漆黒のね、輪郭が極めてクリアに際立った漆黒の V 字型 UFO がですね、曇天のボコボコした雲の下にホバリングしていました。で、それは、まあ、
その事件だったんですけども、その事件そのものがですね、私に与えたショックと衝撃ですよね。もうそれは想像を絶するものだったと、まあ、皆さんのね、想像を絶するものではないかと思うわけです。事実それからはもう混乱混乱混乱大混乱ですよね。つまり情緒的精神的に混乱したというよりはですね、思想的にもうめちゃくちゃになってしまいましたね。何が何だかさっぱりわからなくなりましたしね。まあ、あの大工事件の時はもう一つ、まあ、おかしなことに、まあ、それが一つの救いのようにもなっていたわけですけども、ひょっとしたら私の頭が狂ったんじゃないかしらという恐怖心もありましたね。もういよいよ狂っちゃったんだと、その幻聴が聞こえたわけですからね、幻聴じゃなかったんですけど、幻聴だというふうに思い、そうに思うしかないんですよね。しかし、まあ、そういう恐怖心もありました。しかしその V 型 UFO っていうのはですね、もうとにかく私には強烈な印象を与えたということですよね。その後、まあ、例えばね、苦しい時、悲しい時、辛い時などはですね、いつもその静かに目を閉じてですね、あの朝見せてもらった V 型 UFO を頭の中で浮かべました。それこそね、大病を、まあ、宣告されてね、その、まあ、いわゆるそのCT 検査に回される時もですね、あの移動担架の上でですね、やっぱり目を閉じて懸命に私が思い浮かべたのはやっぱりあの V 型 UFO だったですね。それから手術室に向かう時もやっぱりなんて言いますかね、頭の中で V 型、あの向かう時は歩いていったんですけどもね、その近く来ました時にね、やはりこう担架の上にというか手術台の上に乗せられて、まあ目を閉じた時もやはりまぶたの向こうにあの朝の V 字型 UFO を思い浮かべましたね。まあ、それが私にとっての V 字型 UFO だったということですね。その都度私の心は、まあ、休まったというわけじゃありませんけれども、もうそれに、まあ、自分の心をつないだということですね。つまりそれくらい大きな衝撃ショックを与えるものだと同時にですね、ここが重要なんですけども、やっぱりそうしたその衝撃ショックを受けることによってですね、いわゆる、まあ、思想的な大転換期を迎えたということ、大転換といいますか、要するにそのいわゆるそれまでの思想がひっくり返ってしまったというだけの問題ではなくてですね、つまり思想的哲学的にですね、つまりもう変わらざるを得ないところに来ていたんだろうと思うんですね。それくらいショックが大きいものだということですね。まあ、ですから よくですね、世の中にはある意味で、まあ、そういうふうに決めてかかるのも失礼なことかもしれませんけれども、中には無責任な人がいてですね、まあ、例えば私も UFO 見てみたいとかね、あるいは私もエイリアンと一緒にね、宇宙旅行してみたいとかね、というようなことをおっしゃる人もいらっしゃいますよね。しかし実際にそういう場面に立たされますと、それは今の皆さんの創造的な意識って言いますかね、感覚というのはみんな吹っ飛んでしまいますよ。それはあの吹っ飛ぶということはそんな軽いものではないということですね。その証、まあ、その事実って言いますかね、証拠というよりもその、そうした事実を裏付ける内容がですね、つまりはマザーテレサの話ということになるわけです。つまりマザーテレサはですね、2年だったと思うんですけども、ごめんなさいね、間違っていたら、あのそれを確かめようと思ったんですけどもね、見つからなかったんですよ。ただあのそのウェブサイト、私がですね、先ほど言いました、闇の中にいる間は闇の世界であることには気がつかないものだと、光を知って初めてそれまでいた自分の世界が闇だったことを知るものですよといった、そのサイトの中にはですね、マザーテレサは1946年だったかな頃からそういう声を聞くようになって、それが1947年の9月頃まで続いていたそうですね。その声というのをですね、英文ですけれども、 Inner Voice と書いてありましたね。 Inner Voice、 つまり心の中の声というふうに書いてありまして、私が知っている話とはちょっと違ってたんですよね。私が知っていた話というのはマザーテレサ自身が書いた手記だったんですけどもね、その中にはマザーテレサ自身がですね、列車の天井から聞こえてきたっていうのことを書いていたと思います。天井からね、 Go to Calcutta Go to Calcutta Go to Calcutta っていう言葉を2度か3度聞いたっていうふうに書いてあったと思います。書いてあったと思います。でそれを探そうとしたんですけども、それ自体は見つからなくてね、同じサイトの中に Inner Voice と内なる声を聞いていたっていうふうに書いてあったわけです。しかし私はその後のマザーテレサの生き方っていうものをですね、まあ、今
こうして、まあ、そのマザー・テレサが亡くなってから随分になるわけですけども、そのマザー・テレサの生涯をですね、自分なりに、まあ、なんていうか想像してですね、やっぱりマザー・テレサがその時に上の人の声、つまり神の声、まあ、マザー・テレサはイエスの声というようなことを言っていらっしゃったみたいですけども、まあ、イエスの声をですね聞いたという話は本物だったんだなというふうに思いますね。というのは人間というのは、まあ、その大冗談にちゃいけませんけれども、人間というのはですね、まあ、例えば嘘をついた場合にはですね、その嘘というのは大体まあそんなに長く続くものじゃないですよね。あの 2,3 ヶ月、半年、1年ぐらいね、もう色あせて消えてしまって、ね、それこそ俺そんなこと言ったっけななんてね、そういう感じになってしまってどっかへ、まあ、吹っ飛んでしまうと言いますかね、消えてしまうということになるのではないでしょうか。しかしその後ね、マザーテレサは生涯にわたって、まあ、インドのね、カルカッタの貧しい人の中の、最も貧しい人たちの中の、またさらに貧しい人たちの世話に生涯をかけたというその事実の中にね、つまりはマザーテレサが、まあ、列車の中で聞いた声というのは本当の事件だったんだな、本当にマザーテレサはその事件を耳にし、その声をね、耳にしたんだなというふうに、まあ、客観的にね、マザー・テレサのその後の、まあ、生き様、生き方を見ていて証明されることではないでしょうか。もしそういう、まあね、よくある、まあ、嘘とは決められませんけれども、本当でないような話をする人はいっぱいいますけれどもね、中には、まあ、その世界中いろんな国にそういう人がいるわけですけれども、神に出会ったっていうような話を、まあ、あの割と簡単にね、楽々と話されますけれども、ちょっと待ってくださいっていう私は思いますね。もし本当に神に会ったという話、まあ、それを、ね、売り物にして、それこそ、ね、バラエティ番組の中でおかしく笑いながら話す人もいますけども、もし本当に神様に会ったとしたら、そんなもんじゃないんだけどなぁなんて、つまりその神に会ったというその一つの事実ということはですね、これも大変なことですから、ですから生涯をかけてその会ったという事実をね、証明し、そしてその中から何を、まあ、その神がね、そんなむやみやたらにね、興味本位でね、いわゆるハプニング的に人間に会うなどということはありえないことですから、ですからその会ったという事実の中から自分の生涯をいわゆる、まあ、組み立てていく、もっと言うといわゆるものの考え方が変わってしまうということですね。もっとはっきり言えば人生観そのものが変わってしまいますから、その後の人生そのものが大きく大きく影響を受けるということになるわけです。それがないですから、まあ、ないからといって嘘とは言えませんけども、まあ、本当ではないかもしれないという意味でね、まあ、そういうものではないんだけどなというふうには私は思いますね。まあ、いわゆる、まあ、その頭、まあね、そのある意味で、まあ、こう言っていいのかな、もうそろそろ結論を出さなくちゃいけませんけども、私たちは、まあ、そのまあ、マザー・テレサがそう言ったかどうかは別にして、つまりはですよ、あなたも私も闇の世界にいるんですよね、きっとね。で、その私たちの闇の世界から見ると、何かしらね、光の世界っていうのは何かしらね、どこかスピリチュアル的でね、なんかうさんくさくてね、わけわかんなくてそっちの世界へ行くのは怖いな、そんなのも嫌だな、変人になるだけだし、今のね、この世界における、現世における、まあ、例えばね、名誉、地位、財産にしてもですね、これは私のものだし、ね、たまに昔しょっちゅうでもいいけども、その旅行に行ってね、美味しいもの食べてみたいな、母、おほうとね、楽しい思いもしてみたいなと、欲しいものを買って、美しいドレスを着てね、そして、まあ、男だったらね、素敵な車を買ってですね、あるいはいい家に住んでみたいな、楽していきたいなっていうようなことをいろいろ考えるわけですよね。そういうものを、そのなんて言いますかね、まあ、金繰り捨てるというよりも、そういうものの価値をですね、一切見失ってしまって、その光の世界に入っていくというのはですね、その勇気がいるというか、なかなか踏み切れないと言いますかね、それはあると思いますよ。それが先ほどちょっと言いましたよね、まあ、そのマザー・テレサという方は素晴らしい方だっていうふうに私たちは思う、評価する、そしてそういうふうに位置づけてはいますが、しかし自分の息子や娘がインドへ行くっていざ言い出した時には、さあどうかということですね。その時にやっぱりその当時、今からね、3、40年前の私だったらですね、まあ、息子が行くって言い出したら、やめなさい、それでもあなたは、まあ、今日は今日で勉強して、そしてしっかり勉強して高校入試に備えなさいって感じでね、言ったかもしれない、まあ、言ってたと思いますね。それはそういう人のやることであって、
あなたのいることじゃない。まずそこにある現実にぶつかってきなさいってな感じで、まあそう言ったかもしれない。その時にね、もし私がですね、その、まあ、娘、息子に対してね、まあ娘や息子がですね、お父さん、お父さん、私はこれからインド行って、マザー・テレサの仕事を撤退したいって言った時にね、その時に父親として、あるいは母親としてですね、あ、そうか、それは素晴らしいことだ。やってきなさい。お父さんお母さんを支持する、応援するぞと言って、息子や息子の背中をポンと叩けるか叩けないかってことになってくると、やっぱりそれはもう大変勇気がいるし、まあかなりの覚悟と思い切りが必要でしょうね。今のこの私たちの世界のに住む私たちはそのように判断するだろうなというふうに考えました。まあ皆さんはどうでしょうか。しかしそれを超えてですね、光の世界に入ってみると、さあどうかなってことですよね。あるいは光をの世界を見たら知ったら、あるいは光というものそのものをね、見たら知ったらどうなのかなってことになるわけですけども、それについては、まあ、マザー・テレサはですね、そういう世界を知ったということになるわけですよね。そして、まあ、振り返ってみて、私たちは闇の世界に住んでいる間はそこが闇の世界だと知ることはないと。しかしひとたび光を見た人はね、それまでの自分たちが住んでいる世界を闇の世界だと分かるようになるとということを言うわけですけども、その光ということは何かということですけども、今度はですね、こういうことも言えるんですよね。一度光の世界を知ったとしますよね。そうするとその人は闇の世界に戻れなくなりますよね、当然。はい、例えばですね、分かりやすい例で言うと、まあチンパンジーの、まあ、愛さんというのは昔、今もいらっしゃるんでしょうか、犬山の、ね、モンキーセンターにいるわけですけども、もう人間の子供として育てられ、人間ともの生活の中で馴染んで、まあ、その大変高度な知的能力を持った、まあ、チンパンジーさんがいたわけですけども、あのチンパンジーさんをですね、アフリカのもともとそのチンパンジーが住んでいる群れの中に連れて行って、さああなたはチンパンジーさんですから、まあ今日からね、あのまた群れの中で一緒に生活しなさいよと言って背中を叩いたとしても、その人間世界に押したそのチンパンジーさんはもうアフリカのね、まあ、密林というかね、ジャングルというか、まあ、私よく知らないんですけど、そういうところに住む、まあ、そのチンパンジーの群れの中にはもう戻れないでしょうね。それと同じようなことがやっぱり逆に今度はあるのではないのかなというふうに思います。一度ね、光を知り光の世界に身を置いた人間はですね、二度ともう闇の世界には入れないだろうなというような、まあ逆にね、今度は逆隔絶感って言いますかね、まあ要するにそうしたそのいわゆるその自分自身が孤立するというような、いわゆるそのまあ孤立するという感覚そのものがね、まあ闇の世界の発想ですから、そういう言い方で決めつけるのは失礼なことかもしれませんけれども、要するに自分自身が元の闇の世界に戻れないという、その、まあ、それでも気にしないのかなと思うところもありますがね、戻るということはどういうことか言ったら、例えば再びね、俗物にまみれたような生活ができるかというと、それはもうできないですよね。基本的にもうできないと思いますね。つまり例えば、まあ、同じ猿でもね、人間世界を知った猿はもう猿の群れには戻れないでしょうね。同じように私たち人間にしてもですね、いわゆる光の神の世界を知った人間というのは、もうこの現世の人間世界にはその価値観を、まあ、価値の正当性と言ったらいいのかな、それを見出すことはもうないでしょうね。そういうそのいわゆる、まあ、決別感と言いますかね、まあ、その自分自身が隔絶していくという、それはあの闇の世界から見ていてそう思うんでしょうけども、それはやっぱり怖いことだなと。果たして本当にどうなのかなってことになるわけですけどもね、まあ、そういうその現実と今のその、いわゆる、まあ、精神がですね、まあ、その上昇してですね、そしてそのいわゆるそのそれまでと違った世界に入ったその人間というのはどうかな。で、まあ、まあ私って言いますかね、私には凡人から考えて闇の世界でまだうごめいてますから、そういう光の中を行った人っていうのは、まあ要するに今の闇の世界の人間から見れば変わり者でね、なんか変築な人間でね、どっかおかしな人間だというふうに思うでしょうね。思われても仕方ないというか、そういうふうに、まあ皆さんはどうなんでしょうか。
ね、まあ、それは分かりません。その皆さんにもいろんな方がいらっしゃいますから、しかし光の世界を知るともうその戻れないということもやっぱりあるわけですけど、それはまあ何て言いますかね、その戻りたくないとかそういうことじゃなくて、もう自分自身が戻る気がなくなってし、そういうことも考えないほどまでに戻れなくなるということではないかなというふうにいろいろ想像しています。しかし実際に、まあそのまあ、これは私の手前味噌的な考え方ですけども、視点を高く高く、ね、上に上げて、そしてそれまでは、ね、地域を見ていた、国を見ていた、そして人間を見ていた、しかし人類全体というものを宇宙から見るような視点で人間を考えていくとですね、やっぱりこう物の考え方というのは大きく変化、影響を受けますよね。まあ、当然受けて当然だと思います。でそういうその物の見方を一度するようになった時にはですね、もうやっぱり元の考え方でまあそれはいかんと、やっぱりはいってな感じで元の世界に戻れって言われてももう戻れないでしょうねと思いますね。実は私ももう戻れないと思いますね。まあそのもしどうしても戻るっていうのであれば、まあ、適当には付き合いますけどもね。しかしそこから起きる摩擦よりも何て言いますかね、孤立感、孤独感というのは強いでしょうね。 ですからやっぱり戻れないと思いますね。まあ、そのここまで自分をねじ曲げてごまかして生きるということはもうできないだろうと思いますが、それはあくまでもまだ私の段階、私のような、ね、まあ、凡人の段階では、まあ、空想論的な話になりますけども、そういうものだろうなというふうに思います。ただ一つ言えることはですね、まあ、いわゆるその私たちはひょっとしたら、ひょっとしてですね、つまりマザー・テレサが、まあ、その言葉はマザー・テレサの言葉とは書いてありませんけどもね、繰り返しますけども、そのマザー・テレサの近くの教会と言いますかね、あの一応あの教会に属しておられたみたいですけどもね、その、アレルラードとかという、まあ、そういうなんか名前がついてましたけども、そのサイトの説明によればですね、要するに闇の世界というのはその闇の世界に住んでいる人にはそこが闇の世界だとは分からないものですよという言い方なんですね。しかしひとたび光を見たらですね、それまでの世界がいかに闇の世界であったかとがということが分かるものですよという考え方ですよね。まあ、そこから先は入った人だけが分かる世界ということになるのかななんて思いますけどもね。そうしますとどっかね、うんとこうね、宗教っぽくなってきますから、まあ私としてはまあ、これ以上皆さんに、ね、話すということはできませんけども、要するに、まあ、宗教ってそういうふうに考えるんじゃなくてね、つまり私たちもっと分かりやすく言えばですね、まあ、要するにこの闇の世界ということは大切でないものを大切だというふうに思い込んでですね、そして、まあ、その大切なものを逆に大切でないというふうに粗末にしているという世界である。そして何かしらね、競争の原理の中で騙し合い、恨み合い、ね、嫌い合い、憎み合い、そして、まあ、ひがみ合い、ね、いじけ合い、いじめ合いね、そして妬み合うというような、まあ、そういう毒々しい、ゴロゴロして何もかも金って言って動いて、そしてその名誉だ、地位だね、そしてその有名になるんだ、欲望の、ギンギラギンの欲望をね、みんながこのギラつかせながら生きていく世界が本当にある意味でね、私たちが求めている世界なのかっていうと、それはそうは言えないんですよね。まあ、皆さんそれはもう心のどこかで皆さん共通してお感じになっていることではないかと思います。ですから、まあ、そういう自分が、まあ、その中でうごめいている人にはやっぱり見えないでしょうね。それがもう正しいことだというふうに思い込んでますからね。ですからそういう世界から一歩抜け出て、つまりはそうではない、本来、まあ、人間がですね目指すべき別の世界がそこにあって、その世界を光の世界とするならばですね、その光の世界を知ることによって初めてそれまでの自分たちが住んでいた世界がですね、いかに毒々しく、まあ、トゲトゲしくてですね、まあ、ギンギラギンの糞尿の塊のような世界であったということをですね、まあ、分かるようになりますよということではないでしょうか。裏を返して言うとですね、自分たちの持っている精神性を高めてですね、それが光という、まあ、抽象的な関連的な、まあ、そのゴールということになるわけですけども、それを目指していくということによってですね、自分たちはそのいわゆる、まあ、闇の世界から抜け、一歩抜けてたより高い精神性の世界へ行くことができるかもしれないということなんですね。今の私にはその可能性の
としてしか話すことができませんけどもね。というのは私自身もね、もう本当にどうしようもないほどドロドロでね、腐ったような人間ですから ね、偉そうなこと言って何言ってんだって言われますとね、私もクシャンとしますからね。ですから、まあ偉そうなことを言うのはまあ本当にほどほどにしておかないとね、自分でまあ自分のね、行き場所を失って、まあ居場所をなくしてしまうような感じがしますから、まあ、とてもそのね、またテレサのような真似事もできませんからね、偉そうなことを言ってるだけですから、まあ、それはそれとして、ともかくも、しかし目標として、まあ、その光に象徴されるような世界を目指していくということも、これまたできるのではないのかな、またそういう世界がですね、まあ、あるかもしれない、あるのだろうな、あるというふうにして考えながら前に進んでいくということではないでしょうか。ね、もう一度繰り返し、繰り返して、今日のビデオであり終わりたいと思いますけれども、要するに、闇の世界に住んでいる人たちはそこが闇の世界だとわからないものだ。つまり人間世界に住んでいる私たちはですね、人間が第一であり、人間が唯一完成された知的生命体であり、我々が今こうして成していることに全ての価値があるんだっていうふうにして見る世界が、つまりは客観的につかむことは、それがどういう世界だということがわからないものであるけれども、もしね、自分の精神性を高めて、そしてよりまあ、その上の人、神の心に近づけばですね、そこに光を見出して、そしてその光の世界を知った途端にね、それまでの自分たちにいた世界が闇の世界だと分かるものですよということはですね、可能性として信じて、私たちはそれもありというふうにして考えて前に進んでいくというような、まあ、ある意味で、ね、ある意味で謙虚な気持ちも大切ではないのかなというふうに感じました。ということで、今日はね、マザー・テレサさんの話をしましたけども、要するに、簡単に言えばですね、要するに、マザー・テレサがですね、Go to Calcutta というあの言葉を聞いた話というのは、エピソードとして、まあ、私たちは式の中で読みましたけども、本当だったんだな、本当だったという証拠は、マザー・テレサがですね、その後、生涯をですね、そのカルカッタで、いわゆる貧しい人の中の貧しい人を助けるために過ごしたというその事実の中にある。それがまさにキャリアそのものがですね、証拠であるあったということになるということですね。嘘だったらそこまで続きませんからね。ということで、今日のビデオでありこれで終わります。バイ。
you.